皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日2月の10日水曜日17時を回ったところでございます。本日は淡路城スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて本日のお客様、前回ですね、前回あの年末に、忘年会でね、初めてお会いして、はい、ね、いよいよ収録とね、時が来たということですね。時が来ました。そう、時が来たと時が来たというと結構ね、笑う人がプッと笑う人がいるんですね。これね、あの隠語でありまして、時が来た、はい、プッと笑う人がいて、私は大笑いしました。あ、ほんですか。すいませんということで、シンガーソングライター、そして作詞家の木下志乃さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、お隣にいらっしゃいます、お隣にいらっしゃいます方は志乃さんとは、音楽でつながっている、ね、まあ、協力関係にある、ね、はい、方ですね、ジャズピアニスト、そして、アレンジャーという、ね、はい、まあ、肩書きをお持ちになられている沢村茂さんです。どうぞよろしくお願いします。すごい拍手が、急に急に盛り上げていかないと。そうですね、そうですね、はい、ちなみにアレンジャーってお仕事はどんな、あの内容なんですか。まあ、編曲とか作曲にまつわるそういう音楽 の、うん、その細かい作業ですかね。あ、なるほど、ね、作曲編曲、うん、そうですね、はい、編曲って、あの私たちあのよくあの歌手がね歌を歌って、そのテレビとかでそのテロップ出るじゃないですか、はいはい、で編曲誰々って書いてますけど、うんうん、編曲の意味があんまりよく分かってないですよね。あ、そうですね、作詞作曲は分かるんです、ストレートに、うん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 、作詞は詞を書く人、うんうん、で作曲は曲をつける人、うん、編曲って何みたいな。それを説明しだすとですね、あの多分5時間ぐらい。あ、そうですか。あの、そうですね、そしたら30秒であの一言まとめていただきたいと思います。そうですね、だからあの、なんか、和音を独自につけたり、和音、まあ音楽の要素の、コードコードであるとか、コード、うん、コードって言っても分かるのかな、みんな。あ、コードはね、CD とかね、そういうコードですよね。 そうです、そのコードの、うん、あの メロディーは一緒なんだけど、うん、コードを変えるとか、リズムを変えていくとか、雰囲気が変わったりとか、だから、例えば同じ曲でも、うんうん、あの要するにアレンジによって、あのバックの音楽ですよね、ほうほうほう、によってアコースティック風にできたりロック風にできたりする、なるほど、そのバッキングのことをアレンジ、アレンジと言ってるんですね。分かるかな今これは。あ、でも分かりやすかった、分かりやすかった。あ、うん、ということはその曲が出来上がりました、はい、でその歌い手さんのなんかこうし、あの思考なんですか、それとも、あ、それ言うとこ時もあるよね、うんうん、そういうことを聞いて、うん、雰囲気を、あ、こういう雰囲気にしたいんだなと思ったら、そういう風な形に音楽を持っていく、例えばボサノバっぽくアレンジしてくれとか、ジャズっぽくしてくれとか、ポップス色強くしたものにしてくれとか、要するにその雰囲気ですね、はい、なるほどね、雰囲気をアレンジしていくのがそうです、アレンジャー。これで分かったかな。分かりました、分かりました。うまい、うまい、アレンジャーってあんまり聞かないですもんね。編集、編曲っていうのは聞きますけどね。あ、そうですか、うん、あ、そうかそうか、編曲、ね、アレンジャーって書いたらさ、なんか赤レンジャーみたいで、すいません、失礼いたしました。そこで下手レンジャー、下手レンジャー失礼いたしました。改めてじゃあ、あの、しのさんからですね、ご紹介いただきたいんですが、はい、シンガーソングライター、そして作詞家をね、されているということなんですが、はい、今までの活動の、まあ、概略というのかな、しのさんの活動されてきたことをご紹介していただいていいですか。私、年齢は言いたくないんですけど、20代前半にデビュー、メジャーデビューして、はいはい、でそれからもう長く音楽ずっとやってます。お、はい、音楽というのはどんな種類の音楽ですか。あの、ちょっとここにあの、ぜひぜひ宣伝しちゃいましょう、はい、あの、うん、ありますけれども、うんうんうん、まあ最初のメジャーで、デビューした時のアルバムは大手の会社で、うんうん、はい、もう本当にザ芸能界っていうようなところから出てるんですね、はいはい、でそれは、あの、もう引退して、あの廃盤になりまして、あ、もう廃盤になってしまったんですね。もうここの手元にはない、いや、もうないと、私の手元にさえないと。え、何、あの、残してないんですか。自分が音源しかないんです。あ、音源しかない、はい、
でも、ヤフーとか、なんかそういうところだとプレミアムがついて、すごい1万円ぐらいで売ってるんですよ。もう廃盤なんで価値があるみたいな。ご本人が持たれてないということであれば、はい、ちょっと一つ送ってもらいたいですね。あ、そう。ね、持ってる人、ちょっと見てる方にちょっといいね、あの木下しのうの、ゴーゴーガールズっていうゴーゴーガールズアルバムをお持ちの方がいましたら、ぜひ、ありがとうって、じいさんに、はい、ちょっとご連絡ください。はい、とっても欲しいです。はい、よろしくお願いします。こちらに、こちらに送りが、こちらに。ここに出ませんって。ロップ出ないと。そういう感じ。まあ、Facebook とかね、そういうところご連絡いただければ、ね、ありがとうテレビ検索していただいてね。はい。はい、で、それで、まあ、ちょっと芸能界のその雰囲気が私の中では合わずに、で自分水が合わなかったんですか、芸能界。そうですね、もう作られた商品として音楽を作るってことが嫌で、あ、なるほど。で、すごい迷惑なことに私は辞めますって言い放ち、それで辞めてしまいまして、でずっとその後、いや自分の好きな音楽やっていきたいなと思ってた矢先に、元の事務所の社長がうちのタレントとかアーティストの作詞を、君は作詞の能力すごいあるから、作家として今度出たくないなら出なくていいから、はいはい、やってくれないかっていうことで作詞家としてそこの事務所改めて入り直したんですよ。うんうん、あ、なるほど、作詞家としてね。はい、でその合間に自分の好きな音楽を自由に、作り続けてきて今に至って。なるほど。はい、どんな方々に作詞をされたんですか。そうですね、いろんなアイドル、この方も一応アイドルの方で、Dear My Friends。 はい、すごくいい曲ですよ。サンバのリズムでも元気になる。はいはいはい、うん、これもやってますけれども、これ作詞をしたんですね。作詞です。山津由紀子さん。はい、Dear My Friendsとか、アイドルの方とか、あとアニメの、昔で言ったらマーマレードボーイとか、あとプレイステーションのテーマソングとか、ちょこちょこそういうお仕事もしながら、あとは桑井智子さんっていう、桑井智子さん、はい、お友達なんですけど、私のハートはスタップモーション、あ、歌ったの、彼女とはすごい長いことずっと作詞のお仕事させていただいたり、はいはい、あと前川清とクールファイブさんだったり、はいはい、そういういろんな方、竹本孝之さんとか、うんうんうん、あとはいろんなアイドルが多いですね。あ、アイドルが、うん、竹本孝之さん、はい、ね、昔アイドルでした。今は渋い音楽やられて、ね、日当たり良好ですね。はい、日当たり良好に出てたね、もう当時アイドルで、ね、歌も出してましたよね。今歌やってるんですね。歌も出してます。竹本孝之さんに作詞をしてやる。はい、そうです。で、なんか木下しのさんのしのっていう名前は、なんか作詞家のようなお名前ですね。もうなんか、これ本名なんですか。本名です。なんかもう作詞をするために生まれてきたような。お父さんに感謝しないと。そういう名前ですね。いいお名前です。ありがとうございます。はい、で、ちょっとじゃあお話を変えまして、沢村さん、ね、沢村さんはジャズピアニスト、アレンジャーということで、ね、活躍されてますけども。かっこいいな。沢村さんのやられてることをちょっとご紹介していただいていいですか。そうですね、まあ都内とか、横浜で、まあ、演奏活動をしてたり、はい、まあ、あとはレーベルを立ち上げて、レーベルを立ち上げて、まあ、いろんな人の、うん、CD を作る、 CD を作るお手伝いをしたり。今回はサンマさんやっていただいて、ね、あ、なるほど。こちらハンサムウーマン、はい、それは僕 の、 アレンジとかなんですけど、レベルは彼 女、はい、彼女自身のレベルから出してるんですけど。なるほど、レベルっていうのはどういう意味合いなんですか。まあ、レコード会社ですかね。あ、レコード会社、うん、はい、レコード会社を立ち上げて。そうですね。で、まあ、自主出版じゃないけども、自主販売みたいな。そうです、ね、そうです。そんな感じですかね。なんか自分で作っちゃった方がいいやって思ったんで、うん、今の時代は、うん、
そういうケースがすごく多いし、うん、あの逆に言えばその方が本当にやりたいことができる。なるほど、うん、あのいろんなそのしがらみがないから、自分がやりたいことをできる。本当に自由です。だから本当にその自分の作品をやりたいものを残していくんであれば、うん、あの自社レベルの方がいいですよね、うん、でも本当に今の時代ってそういう技術が身近にものすごく身近に来ているので、うん、このありがとうテレビもそうですけどね、うん、こうやってね放送できるっていうのはう、ねうんまあ、こういう技術が身近に来てるからこそなんですけど、確かにそうですよね。でもね本当にそうですよね、うんうん、技術が本当に身近に来ましたね、はい、レーベル立ち上げて、そうですね、そ私真ん中で言っちゃったらいいですよ、はい、まあそのぐらいですかね、うん、まあ昔はあのジャズの学校で教えてたりもしてたんですけど、今はもうどうしても教えてくださいっていう人には教えてますけど、あのそれ以外はなるべく教えることは、ジャズの学校ってあるんですか？そうですね、あの専門学校、音楽大学みたいな感じですか？まあそうですね、専門学校、あ専門学校ですね、うん、そういうのはジャズの学校あるんですね、ありますよ。で、しのさんとの関わりはどういう感じなんですか？しのちゃんが作る、その曲、うん、まあそれをこうアレンジしたり、うんうん、あの演奏でサポートしたりっていう、あ演奏で、ね、ライブとかで、ピアノ、ピアノでね、はい、うん、そうです。ちなみにピアノを始められたのはいつ頃なんですか？小学校3年生ぐらいですかね。これは自分からピアノしたいって思ったんですか、それともなんか習い事みたいな感じで、おもちゃのこういう赤いピアノって覚えてますね、はいはいはい、赤ちゃんがちっちゃくね、あれでずっと子供の頃あのテレビから流れてくるその CM ソングとかをずっと弾いてたらしいんですよね。なるほど。小さい頃で、それで親がなんかかわいそうに思ってアップライトのピアノを買ったのがきっかけだったんですけど、はいはい、じゃあ元からそういうの弾きたかった、うん、まあ、魂レベルで、うん、好きだったんだろうね多分。うん、で、まあ、おもちゃ、唯一のおもちゃみたいな感じでずっとやってたらしいから。そうですか、うん、でもその頃からずっとじゃあピアノを弾き続けてる感じ？あ、まあでも5年ぐらいブランクがあるんですね。あの野球が面白くなった時期があって、スポーツ少年だったんですね。そう、リトルリーグに入って、あ、リトルリーグ、セカンドをやってた時期もあったんですけど。そんな話初めて聞きました。あ、そう。それとか、あとギターに凝ってロックバンドを組んで、レッドセッペリンのコピーバンドやってたんですよ。うわあ、レッドセッペリン。大好きよ、セッペリン。私最初の一番洋楽で好きだったのセッペリンの、じゃあ弾けるんだ。今もう弾けないけど、その頃は。時すごいブームでしたよね。そうですね。セッペリンと。ペリン好きですよね。素晴らしいですね。素晴らしいと思います。じゃあ、はい、天国の階段ぜひライブでやりましょう。移民の歌とかね。あ、移民の歌ね。最高ですね。移民の歌は知ってます？あのプロレスの入場曲になってるんですよ。合ってますね。そうそうそう。あれあの歌はあの布袋寅泰さんもあのカバーしてますね。ああでもなんか合う気がします。うんうん、であのブルーザーブロディっていうね、そのもう死んじゃったレスラーがいて、うん、そのレスラーの、まあ、入場曲に最初なって、うん、で今は真壁刀義っていうねレスラーの入場曲になってますね。詳しいですね。プロレスさすが。もうプロレスにかかることだったら何でも聞きます。データベースだと入ってますね。データベースすごい。そうそうそう、移民の歌ね。移民の歌大好き、うん。かっこいいよ。ね、じゃああれですか。じゃあちょっときっかけの話に入りたいんですけど、その音楽を始めたきっかけやっぱりその最初のピアノの。そうですね。それがきっかけでしょうね。多分ね。きっかけで音楽ずっとやってきて、うん、でこの業界に入るのと仕事にするのと趣味でとどめておくのとはまだ全然違うじゃないですか、うん、これ仕事にしようと思ったきっかけなんかあったんですか？ね、まあ音大の作曲家に入ったんですよ。音大に入った、まあ、仕事にしようと思ってね、でも僕らの頃って卒業イコール必要なんですよ。卒業イコール失業、だから先生にもなれないかもしれないっていう時代で、だから、なんとなく音大に入ったけど、あの不安でしょうがなかったんですけど、その頃あのよくキャバレーとかで、うんうん、
アルバイトしないかっていう話があって、僕はもともとそのジャズも勉強してたんで、あのコードネームが読めるから重宝されて、その頃から仕事があるようになったんだけど、音大在学中にもう仕事をしてて、それでもう食えるじゃんってことになって、キャバレーでそういう音楽に関わる仕事してて、で、このまま大学行っても食えなくなるのに、大学行く意味がなくなって辞めて、もうそこからずっとこの仕事をやってるんですね。でどこかの音楽事務所とかにこう所属したこととかってあるんですか？所属したことは僕ないですね。だからどっか独立系でずっと来たんですね。で、どっか一定のところに入ってやってたことはあるんですけど、その事務所っていうんじゃなくて、その例えば、そのキャバレーみたいなところにもう毎日のように通って、そこでもそこがね、もし、もう潰れちゃったら、もう次の日から仕事がないわけじゃないですか。だからもう一定のところにとどまるのは絶対にダメだって、そこで学んで、だから事務所に入るのも怖くてしょうがないんですよ。なるほどなるほど。逆に言えばね、なくなっちゃったらもう終わりなんだなって、だからもう自分で独立してフリーでやっていくっていうふうに決めてから、そういうふうにもう自由に。一般の会社員って、亡くなっちゃったらもう他に行くとこないよなって思わないで、みんな会社員出ますよね。そうなんです、そうなんです、ですよね。会社員になったことがないから、その気持ちが。でもすごく自立心の高い若い頃から方なんですね。そうですね、音楽でとにかく食べていきたかったんで、食べていけなくてものたれ死にでもいいからやりたかったんで、やっぱりそう思いですね、やっぱり。そうですね、思いが強いとやっぱりいろんなものが実現してきますね。そうですね、素晴らしい、素晴らしい、本当にすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと、しのさん、はい、しのさんは音楽を始めたのいつ頃からなんですか？私はですね、9歳ぐらいに、当時は歌謡曲が大好きで、歌謡曲、はいはい、私が9歳ぐらいの時に、なんかこう曲を聴いてるうちに自分でも作れるような気がして、鼻歌で作詞作曲を始めたんですね。でそれをいつもカセットテープに残していて、で中学時代になってから詩を書くことが大好きになって、でもう段ボール何冊分もこうノートが何冊も入るぐらい詩を、ポエマなんです。ポエマでもうとにかく詩をもう当たり前のように書いていて、でそうだこれって曲つけたらいいんじゃないかなっていうのがあって、私やっぱりその9歳の頃から作詞作曲をなんか遊びでやってた延長でずっと作り続けていて、それから17歳の時に学校のしがらみが嫌で、もうなんかこういろいろこういじめとかいろんな世界見てて、で私はそのなんていうの、女子校だったんですけど、くだんない世界だなってその時になんか一人冷めて、こんな女子校が、女子校ってすごい群れをなすんですよ。で女同士でなんか、トイレに行ったり、で私どうしても馴染めなくて、ここにいたら私なんか人間としてなんかすごい反抗的な腐った人間になりそうだって言って、親にここにいたくないって言って、そしたら父がその辞めてもいいけど、父が画家なんですね。で画期で小学校しか出てなくて、で当時はいろんなその日展だとかそういう審査員とかをやっていたので、父がその自分は今小学校しか出てないけれども、今は先生って言われてるのは技術といろんなその絵描きとしての努力があったから、でじゃあ篠は辞めてもいいけど何がやりたいかっていうのがあるかと。で私が一番好きなのは音楽なので、ちっちゃい頃から詩も書いていたし、じゃあ私はバンドをやるって言って、普通親そんなの反対すると思うんですけど、父がだったら極めろと、きっと必ず何もないからこそ、なくなっちゃって学歴もなくなったからこそやれるはずだって言われて、思い切って中退したんですね。でもうバンドを掛け持ちで
あのいろんなジャンルの5バンドぐらい、はいはい、もうパンク、プログレ、ロック、ポップス、全部いろんなのやすごいですね、あらゆるジャンルをやりました。で、そこのボーカリストとしていろんなのをこうあのそれぞれ違うんですよ、世界が、うんはいはい、でも、それがなぜかこう自分が楽しくて、うん、逆にいろんな自分をこう、まあ、見れる、はい、発見できるっていう。でその中で模索していく中で自分がやっぱりやりたい音楽っていうのが見えてくるわけですよね、うん、でやっぱりずっと自分で作詞作曲もしてあらゆるバンドにあの詞を提供していて、でその頃に あの一つのバンドの人が自分の曲を売り込みたいっていうことで、あのしのちゃんは歌だけ参加してって言われて、はい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 、でそれで「あいいよ」って軽くあれしたのが、いろんな事務所にばらまいてたのが一つの大手の事務所に引っかかって、でデビューしてくれるって言われて、でそれはでもやっぱり何でしょう、うん、そういう道がラッキーだったんですか。とりあえずラッキーだったんだろうけれども、でもいざその、 あの大きいところに入るとその芸能界のしがらみ、大体私自由人じゃないとダメだったんですね、きっと。やっぱりね、アーティスト系の方々は自由人ですね。うーん、アーティスト、そう自由人、まあ、アーティストって言えるかどうかわかんないですけど、アーティストじゃないですか、ね、そ自由の方がいいですね、やっぱり、ね、自由です、ね、なんかあのやっぱり想像力とか発想力とかの世界なので、作られていくのが嫌なんです。逆に枠にはめられるの、ね、枠にはめられるのが嫌なんです、ね、そうです。作っていく側ならいいんだけど、うん、作られていってそれに乗っていくっていうのがすごく嫌だったんですね。なるほどね。だからなんか今はなんか好きなように自分の、うん、音楽を作れるこの環境がすごくありがたいし、そのことによって沢村さんと出会って、はいはいはい、でその私がやりたいっていうことを沢村さんがキャッチしてくれて、こういうのを今度はアルバムでこういう表現をしたいので、うん、沢村さんどういうふうなアプローチしてくれる、うん、ってなると、うん、沢村さんがそれを返してくれるってキャッチボールですよね、音楽のキャッチボール。ーそれがすごく、うんうん、なんか分かっている人同士がこうキャッチボールやると心地いいんじゃないですか、うん、本当に心地いいですね、うん、であの、まあ、曲もそうなんですけどライブでも、うん、その毎回ライブ同じ曲をやるにしてもライブってすごく違うアプローチによって、メンバーが一人別な人が入っただけでも雰囲気が変わるし、うんうん、でそのバンマスを沢村さんがやってくれて、うん、で全部そのまとめ役としてあの沢村さんがチームを作ってってくれてるんですね。だからもう沢村さんがいてくれるからこそ私は安心して泳ぐようにただ自分を表現できる場を作ってくれてるというか、改めて感謝いたします。なんかありがとうのコーナーになってしまいましたが、なんかちょっとなんか今かっこいいことは私自分の刀で惚れてる人みたいな、ね、そうか。でもやっぱりあれですね、あの熱い思いがあるその仕事とかね、そのいわゆる活動っていうのはやっぱり自分の中でもう腹に落ちてることだから、話し始めるとやっぱり熱くなってきます、盛り上がってきますよね。かります。でもあと1時間いただきたいぐらいうるさいぞぐらい。いや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 、ということでこちら行きましょうか。じゃあ沢村さんが行きましょうか。価値観カードですね、はい、いや面白い、はい、引いていいんですね。はい、どうぞ1枚引いてください。じゃあ、はい、何でしょう。いいですか。いいでしょ。優しさ、ぴったり、ぴったりですね。見せないと画面。ああ、そうか、そうか、そうそう。優しさにまつわる何かエピソードあります？エピソードですか。エピソードっていうか、まあパッと思いつくことでもいいんですけど。私がご馳走してあげるとか、はいはい、あ、そう、あ、それも優しそうあ、それはでも沢村さんじゃなくて、翔さんが優しい。あ、そう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 。え、僕の優しさですね。そうですね。あ、価値観だからね。ああ、そうかそうか、価値観ね。まあでも、そんなに優しくないな、俺。だ、自分がいかに優しくないかっていうことを思い知らされる毎日だからね、なかなかエピソードとしてあるかな。なんかなさそうだな。まあ、ただでも音楽上であのいろんなね、そのプレイヤーがいて、うん、あのあこういう癖を持ってるあのプレイヤーがいるんだなと思ったら、それをね、なんとかこう、カバーしたり前面に出してあげたりっていうようなことは、まあ
優しさにつながってる。もうまさにそうだと思います。いいところ引き出してあげる。そうです、ね、本当にそれが、ね、才能だと思う。だから私からすれば沢村さんは音楽で優しさを前面に出してくれてると思いますよ。それしかできないですけど、なんかね、はい、思うんですけど、その我々の仕事って、まあ、研修だったりとかコーチをしたりとかっていう仕事なんですよ。でやっぱり研修とかコーチをする仕事っていうのは、その私たちが培ってきた技術を使って、その来ているメンバーのね、受講しているメンバーのいいところを引き出してあげるのが我々の仕事なんですよ。だからすごくね、通じるものがあるんですね。優しさの塊じゃないですか。あ、いやいや、やっぱり得意なこととか不得意なことがあるんですけど、まあ、得意なことを伸ばして不得意なところは、ね、少しずつ改善していこうっていう、まあ、その方が音楽ってうまくいくんで、お客さんも喜んでくれるし、繋がるんですよね。だって私が失敗してもうまくカバーしてくれる。いやいやいや、お互い様だ。いやだから伝える手段は違うけど、でも人が生きるってことはそういうことなんじゃないかなって、なんか思いますね。そうかもしれないですね。じゃあ志保さんいきますか。私、はい、じゃんはい、行動力。なんか志保さんのために用意された言葉のようじゃないですか。行動力、エネルギーがすごいもんね。何で匂いがいたいの？いや、匂いか、行動力の匂いってどんな素敵な、ちょっと汗臭かったりしました。いや行動力で、はい、いや、どういう意味なんだろう、行動力。そう、なんかエピソードありますか？行動力がないんです、私。好きなことしかできないんです。あ、好きなことに対して行動力がすごい。はい、でも、例えば家事とか大嫌いなんですよ。そういうことは やってますよ、やってるんだけど、あと30分してからやろうかなとか。分かる。でも作詞の依頼とかが来ると、すっごい早く書く。書きたくないじゃん、なっちゃうのね、うん、やっぱり得意なことってこうわーって出てくるんでしょうね、あとなんかそのエネルギーが違うんだな。音楽に対しては行動力は持てるんですけど、そうじゃないことは全くダメです。いや、それは誰としもそうだ。嫌いなことはやりたくないですから、エネルギーが出てこないですからね、でも逆に私はこれを弾いた時に感じたのは、行動力がないから弾いたんだと思う。私は好きなことしか行動力を持てないダメなところがあるんです。自分で分かってるんです、昔から好きなことしかやれないと、でも他にもちゃんと行動力を持たないといけないって思ってたんです。いけないと思っていた。思ってたんです。もう通じたんですね。だからこれが出たんだと思う。だから私、ほら、沢村さん優しさが足りないってさっき言ったでしょ。ね、自分の中で足りないと思っていることが出てくるんですよね。なんかね、このカードって、そのご本人が思っていることとか、あとその話の中での関係性のある言葉が出てくるんですよ。これね、不思議なんです。ちょっと花瓶がかってるんですよ。誰かいるのかもしれないですけどね。春野さんはちょっと引いて。花瓶がかってる。花瓶がかってる私ですね。神奈川ちゃん、好奇心。好奇心、もう好奇心の塊ですね、私は。でも好奇心っぽい、もうね、新しいこと。好奇心っぽい、顔が好奇心みたいな。もう好奇心の塊ですよ、もう新しいこと大好きだし。あ、わかる気がする。もうね、新しいこと、あとその例えば海外に行くのも、そのみんなが行かないようなところに行きたいんですよね。そうか。でも好奇心があるから、こうやって方々のお話を引き出したりとか。それはあるかもしれない。聞き上手だし、引き出してますよね。好奇心を持ってる方にぴったりのお仕事です。ありがとうございます。ありがとうございます。偉そうだね。いやいや、素敵。とんでもございません。もう本当素敵です。ということで、もう相当時間経ってるんですよ。もうね、20分以上経ってますね、もうね。すいません、私たちにお時間取らせました。いや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 、で、そろそろエンディングに近くなってきてるんですけれども、音楽を通じて伝えていきたいことね、伝えていきたいことはどんなことあります？じゃあまずは沢村さんに言いましょうか。僕ですか、まあ、伝えていきたいことって、ちょっと難しいな、それは。ただでも、自分に嘘はつかないっていうことかな、もし言えるとすれば。音楽に出ちゃうんじゃないですか、嘘ついてると。
そうですね、もうすぐ出ちゃうね、ですよね。だから、うん、他の人が嘘ついてる時も分かっちゃうから、うんうんうん、だから、うん、まあそういう音楽の特性があって、うんうん、あ、分かる気がする、うん、音楽出ちゃうんですよね、うんうん、まあだから、まあそんな感じですか、正直に。そうですね、だから誠実に自分に正直にしてるっていうことがなんか聞いてくれる人たちに対しての最大級の誠意じゃないかなって思ってます、うんうん、いいですね、いいですね。正直に行動していると周りの人たちも正直に反応してくれるんですよね、うん、そうなんですね、いい人たちが集まってくる、うん、あ、そうなんですねありがとうございます、ありがとうございます。しのさんいかがですか。私は音楽は、うん、人はたまにいろんな不安定な時があるけれども、うん、裏切ったりされることとかもあるじゃないですか、はい、でも、はい、音楽は裏切らない唯一 の、 自分が誠実に、沢村さんの話じゃないけど、うん、自分が誠実に向き合っていれば必ず答えてくれるし、うん、必ずその心に沿ったものを作ってくれる、うん、はい、そして力になってくる、力になってくる、音楽は力で、はい、その力になったものを見せることによって、伝えて自分が表現していくことによって誰かの力に少しはなれるんじゃないかって、そのためには私も音楽を裏切らない生き方をしたいって思います。なんかやっぱり私思うんですけど、こんなこと言ってたんです、どの仕事もこれって通じるものあるんじゃないかと思うんですよね。私の仕事もそのお客さんというか、まあ受講者の方々に対して、やっぱり自分が嘘をついてたらそれはすぐ見透かされてしまうし、やっぱり嘘って嘘を上塗りになってくるんで、つじつまが合わなくなるんですよね、うん、結局、うんうん、そうで、やっぱり正直に自分の気持ちをストレートに伝えていると、うん、ダイレクトにやっぱり反応が返ってくるんですよね。これはやっぱり人である以上、ね、音楽もやっぱりそうだと思うし、ね、他のやっぱりさまざまな仕事をやってる、そのいろんな仕事を媒介にして、そういうことってあるんでしょうね、うん、素敵ですねすみません、いいまとめになりました本当にホームページ、ホームページアドレスがありますので、はいはいはい、アルバム各種取り揃えてございます。なるほど、はい、各種ってですね、はい、はい、ということで、ありがとうの気持ちをね、伝えていただきたいと思いますが、はい、どちらからいけますか。沢村さんがいますか。あ、ありがとうの気持ちを、はい、どなたにお伝えしますか。誰でもいい、誰でもいいですよ。そうですね、うん、じゃああっちの世界に行った親父に、あっちの世界、こっちか、あっちか、そうそうそう、はい、インターネットじゃ無理なんでもしかしたら大丈夫ですか。大丈夫ですか。まずいこと言った。いやいやいや、あちらの世界もインターネットが繋がってるかもしれませんから。そうです、ね、そうです、はい、いや、波動だからちゃんと伝わります。はい、まあ親父の仕事を継げなかったけど、はい、まあ元気にやってるんで、うん、感動しちゃう。まあ多めに見てくださいという、はい、ここまで育ちました。おめでとう。ありがとうございます。お父さんありがとうございます。ありがとうございます。沢村さんと出会わせてくれてありがとうございます。はい、それではしのさん。はい、まず私も天国にいる最愛の姉に、まずあ、お姉様、はい、ありがとう、ありがとうございます。ただお姉ちゃんが先に行っちゃったんで、うん、いろんな親の介護とか私一人で頑張ってますよ。そう、しのさん頑張ってますよだけどその力をくれたのも姉だと思います。そしてその合間に一生懸命音楽やってます。でそれを応援してくれる数々のお友達やファンの方々、皆さんにありがとう。そして私をずっと支えてくれた音楽にありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり音楽の力ってすごいですね、ね、はい、苦しい時も悲しい時も、ね、音楽が支えてくれたりしますからね、はい、でむしろその音楽ってその自分たちが良かった時の音楽を聴くとまた元気出てきたりしますよね。はい、本当にそうです。それに音楽ってそこの場所にいなくてもイメージで、どんな場所にでも
タイムスリップしていけて、ね、海の曲だ、ね、海っぽい曲の海にも行けるし、本当にあの異空間に行ける唯一の素晴らしいなんかものだと思います、はい、はい、ということで最後ね、篠さん締めていただいたところで この番組を閉じたいと思います長々とすみません。いえいえ、とんでもございません。改めてご紹介申し上げます。シンガーソングライター、そして作詞家の、木下篠さん、はい、そして、ジャズピアニスト、そしてアレンジャーをされております、沢村茂さん、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。新アルバムを中心に歌わせていただこうかなって、たまにカバーも歌いますけれども、楽しんでください。では、はい、タクシThank you.
始まった。